はい、ということで本日は焼肉キングにやってまいりました。結構前からね来てる焼肉屋さんなんだけど、私が普段どんな感じで食べ放題のメニュー頼んでるかとかちょっと紹介しがてらソロ焼肉の様子をお届けしていこうと思います。では早速注文からやっていきましょう。まあ初手はこんなもんかな。お待たせしました。では焼いていきます。いただきます。まずは一番最初全員にお通しみたいな形で来られるキングショータン、これはポークのお肉になりますね。ちなみにタレは、も3種類用意してます。特製のほんだれと甘口だれと、ちょっと見えないんだけどレモンだれがあり、これ3種類を一通り用意して、あと鶏皿に焼いたお肉をバンバン入れていくスタイルでやっていきたいと思います。はい、では一発目食べていきます。レモンにつけていただきます。まずスタートはこれだね。で、なんかちょっとさっぱりさせて、かつお肉に慣れさせてからいきます。続いてカルビのタレ焼いていきます。これで今3人前ですね。はい、こんな感じで美味しそうに焼かれていってます。カルビを焼いてる間にチョレギサラダも来たので、こちらも同時進行で食べていきます。薄いカルビが全部焼き終わりましたので、空いた網にこちらのキングカルビを置いていきたいと思います。これは大きいからかつ分厚くて焼くのに時間がかかるので、ちょっとこの網の端の方に寄せてしばらく寝かせておきます。で、それと一緒に焼くのにちょっと時間がかかりそうなハラミ、これも一緒に焼いておこうと思います。ファイヤーがすごいよ。よいしょよいしょ、 OK。 こんな感じ、ぎっしりオールカルビです。おいしい。安定だ。ではここでお肉カットに入りたいと思います。この大きいお肉をつかんでいきます。よいしょよいしょ。
オッケー。続いてハラミ食べてみます。ハラミはタレ味だからタレにつけた方が個人的に美味しいかな。おいしい、おいしい。この赤身でちょっと肉肉しい感じがハラミは美味しい。はい、では次はこちらの厚切りカルビ焼いていきたいと思います。これはまあ、1枚ごとにカットされてるんだけど、最初に食べた薄いカルビよりもだいぶ厚さが厚めで縦長にカットされてるお肉ですね。これが美味しいのよ。で、これを焼いてる間にさっき焼き終わった大きいキングカルビ食べていきます。ちょっとだけ焦げちゃった。まあ、これも肉厚だから美味しいんだよね。うん、はい、ご飯が欲しくなる。あー、ご飯そろそろ頼むかな。これかな、焼肉専用韓国のり卵、めっちゃ美味しいの。よし、これを行こう。で、あと冬限定メニューを一回言っておきたかったんだよね。今北海道フェアっていうのをやってて、ジンギスカンが食べれるっていうところだったので、これかな、ラムジンギスカン。よし、一旦これでいこう。では厚切りカルビいただきます。これもまたちょっと焦がしちゃった。今日焦がしてばっかだな。うん、うん、こっちの方が厚みがある分ちょっとより肉肉しさというか噛み応えがあってジューシーな感じするんだよね。うん、そうしてる間にですね、こちら韓国のり卵ご飯が来たので、これと一緒にねカルビを食べるのがめちゃめちゃ美味しいので食べていきます。卵の部分をちょっと上の方ね、混ぜ混ぜして食べるのが美味しいんです。じゃあまずはこのご飯単体でいくね。海苔の量がすごい。安定。この韓国海苔の旨味が卵と一緒になってご飯と一緒に食べると最高なの。じゃ、これにタレをたっぷりつけたカルビをオンして一緒に、優勝ありがとうございます。そしたら北海道フェアのジンギスカン行ってみたいと思います。結構肉厚で大きいのが届いたよ。気づけばラストオーダーまであと30分を切っておりました。ちなみにこれ100分制で80分でラストオーダーっていうところなので、開始から今ちょうど50分経ったっていうところですね。私はここで一度デザートを挟みます。どのデザートを挟むかというと、こちら柔らか杏仁豆腐でございます。これがね美味しいの。あ、1回につき1個か。そう、思い出した。デザートの注文は1回につき1個だけなんだけど、回数は無制限、何回でもオーダーできるっていうところで、そこがキングの魅力でもありますね。
間に1回挟む、これが美味しい。そしてドリンクも行こうかな。さっきレモンスカッシュだったので、ちょっとジャスミンでさっぱりさせようかな。はーい、注文して30秒で杏仁豆腐が来ました。ちょっとまずこれ先に食べます。これがね、美味しいのよ。あー、プリプリ。いただきます。マジでお肉が一旦全部リセットされる。あっという間に完食です。肝心のお肉はというと、カルビが残り少しと、あとさっき焼き上がったジンギスカンあるので、これ食べてみたいと思います。どうだろうね、前も一回北海道フェア何年か前にやった時にキングでジンギスカン食べたと思うんだけど、結構美味しかった記憶あるんだよね。いただきます。ありがとうございます。あ、うまっ。待って、これご飯ご飯、これ即ご飯だわ。結構ジンギスカンは人によって好き嫌い分かれるかなって思うんだけど、私は結構好きで、このラムのちょっと牛とは違う風味が好き。そこが苦手な人も多いと思うんだけど、私はそれがすごい好きで、でかつそこまで脂っこくない、ちょっとヘルシーな感じで、あのすごい食べやすいお肉だから、なんかラム肉を見るとたまにスーパーで買っちゃったりするぐらい結構好きです。はい、ということでご飯と焼いてたお肉一旦全て完食しました。でさっき写してはないけど、ちょっと追加オーダーをしたので、それが届くまで待とうと思います。うん、決めても完食で、残り頼んだものをどう待つかというと、じゃーん、デザートで待ちます。これがさっきと同じ杏仁豆腐のリピートで、こっちが季節のフルーツゼリーで、内容毎回異なるんだけど、今はみかんが入ってますね。いただきます。ありがとうございます。うん、フルーツゼリーがすごいさっぱりするの、お肉の間に食べると。なんかこれも大好きです。さあ来ました、追加1品目、一口冷麺です。これがね、サイズ感もちょうどいいし、味も大好きなの。うん、本当に冷麺を考えた人って天才だと思う。超美味しい。ついにラストオーダーまであと10分を切りました。アナウンス出してくれるから、これはすごい嬉しい。失礼します。はい、今来ましたね。本日のお肉系最後はこちら、柔らかホルモンです。これ牛ホルモンなんだよね。これと冷麺でおかず系を締めて、残りデザートいきたいと思います。ついに受付注文、受付終了の案内が出てしまいました。いやー、戦ったわ。あとはちょっとギリギリで注文したものがあるので、それがテーブルに届くのを待ちたいと思います。で、これで80分なので、制限時間100分まであと20分間お席にいることができます。
さあ、一通りお肉をすべて食べ終えまして、最後の締めなんですが、ドリンクは、ちょっと最後、あったかいの行きたいなと思って、ホットのレモンティー。うまっ。こういう普通のお茶類の、ホットを準備してくれてるのがまたキングのいいところだなと思いますね。そして、抹茶のシューアイス。だからね、また美味しいのよ。私アイスだと抹茶が一番好きなので、シューアイスで抹茶がある。これも好感度、爆上がりポイント。そして最後が、はい、本日3個目の杏仁豆腐でございます。本当どんだけ杏仁豆腐好きなのって話なんだけど、好きなんですよ。すべて一通り食べ終わりました。ごちそうさまでした。はい、本日もかなりお腹いっぱい食べることができました。私のソロ焼肉キング動画いかがだったでしょうか。楽しんでもらえていたら嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のソロ活でお会いしましょう。